アメリカで狩りはコロンビア第三の都市である狩りを本拠地とするサッカークラブである。単にアメリカと表記される場合もある。2020シーズンはカテゴリアプリメーラ A に所属。アトレティコナシオナル、ミジョナリオスに次いで2020年終了時点で国内リーグ優勝15回を誇る競合である。コロンビア国内ではミジョナリオスやアトレティコナシオナルと並ぶビッグクラブである。 アメリカでカリの正式な創設日は1927年2月13日であるがクラブとしての活動はそれ以前の1918年から始まっていた。当時クラブの正式名称はまだ存在していなかった。そんな中クラブ創設者がアルゼンチンのラシンクルブに憧れていたことから1926年頃にクラブ名称をラシンクルブと決定しユニフォームも アルゼンチンのラシンクルブを模した水色と白色の縦縞となった。しかしその後、クラブの方向性の違いから一部の若者グループがクラブから独立することになった。この分裂により、クラブ名をアメリカと改め、ユニフォームも赤色に変更した。チーム分裂後、最初の試合が行われた1927年2月13日をクラブ創設日としている。 1948年に創設された国内プロサッカーリーグに初年度から参加。コパリベルタドーレスには1970年に初出場を果たした。同大会には2020年までに20回出場しており、最高位は1985年、1986年、1987年、1996年の準優勝である。 同大会における3年連続準優勝は、史上唯一の記録である。同じ狩りを本拠地とするデポルティーボカリとの対戦は、クラシコ・バジェカウカーのまたは、クラシコ・カレーニョと呼ばれる。最初の対戦は1931年の地域選手権の決勝で、狩り FC が1から0で、アメリカで狩りに勝利した。コロンビア最古のダービーマッチである。1980年代は、 アメリカデカリがリーグ5連覇を達成するなど黄金期を迎えた。これにより次第にミジョナリオスとアメリカデカリの対戦がスーペルクラシコと呼ばれるようになっていった。1990年代はアメリカデカリとアトレッティコなしをなるのに強体制となったことから両クラブの対戦はスーペルクラシコと呼ばれるようになった。ありがとうございます。